客が多めになるんですけれども、ぜひぜひ知っていただいて、気に入ったらまたどこかで会いたいと思いますし、サブスクとかも見ていただきたいなって思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いしますということで、次の曲聴いてください。左ありがとうございます。シンガーソングライターの長友ゆりと申します。よろしくお願いします。 TikTok も配信してるって聞いてます。
あ、ちだってごめんなさい。TikTok。ありがとうございます。ということで、あの今日は、私あのシンガーソングライター長友ゆりは単体なんですけれども、いつもあのお世話になっておりますサポートキーボードのゆうたさんをお迎えして一緒にやっております。さっき見た、あのゆうたさんあったかい飲み物を持ってすごいたしなんでて、だからもうアウターなくても大丈夫みたい、ホットですよということで。すいませんね、なんかマイクないのに喋らそうとしてて、あ、ありがとうございます。配信乗らないだけで、配信乗らないだけで、ね、十分ね、届く距離だと思いますんで、うん。ありがとうございます。ということで2人でお送りしていきたいと思います。あ、めっちゃ手やってくれてるんですよ、ありがとうございます、頑張ります。ということで、あのですね、路上ライブですよ、公認のね、路上ライブですよ。これ見て、ステージもあってめちゃくちゃいいですね、本当嬉しい、ありがとうございます。あと言うやと思ったらありがとう。あのね、あの私、ワンマンのチケットとか売りたくて路上ライブをしてたことがあって、あれなんですよ、新宿、それこそ新宿とかでもやってたことがあるんですけど、路上といえばカバー曲などをやってね、やると走ってるよっていうことで皆さん止まってくれるじゃないですか。それで何一番なんか止まってくれるなって思う曲があって、それを今日はカバーしたいと思います。え、はい、やっていきようと思います。なかなかライブでなかなか何カバー曲をやることがないので、だいぶ新鮮です。やってみようか。ちょっと歌わないと寒いかも。では、カバー曲、ゆいさんのチェリーっていう曲をやります。Oh,
ことでですね、私ちょっと後でこれ終わってちょっとしたらあっちで物販もさせていただけるということなんですけれども、12月の8日に新しいアルバムを出しまして、このアルバムを今今年はせいせいとせいせいと皆さんにお届けしていきたいなと思っている年でもあります。なので、その中から1曲本日、やろうと思っております。お茶にしようかっていう曲で、かなり私自身好きな曲です。皆さんにも好きになってもらえるように歌おうと思います。では聴いてください。はぁーさぷでは聴いてください。お茶にしようか。アルバムを作ったんですよ、その12月で。もちろん「ミッドナイト・カーニバル」っていう曲がリード曲なんですよね、最後のね。けど私は「お茶にしようか」をだいぶ押してます。
しっとりとしたバラードを次はお届けしたいと思います。はあ、聞いてください。恋Tony
ございます。本という曲でした。すごく怖くって、私あのお化けと一緒ぐらい鳩が怖くって、でお化けは最上級に私の人生で怖いんですよ。だからもう結構怖いんですよ鳩。鳩がね、鳩がちっちゃい狭い道にいるとするじゃない、1メートルぐらいの真ん中にいると私はそこを通れないから、それでバイトに遅刻したこともあるぐらい結構鳩とは犬猿の仲なの。すごいでしょね。えあほら見てごらん、すごいんだからそんなことはいいかそんなことはいいか、そんなことを話してる場合じゃないのよということで残りも少なくなってきましたけれど、改めてシンガーソングライターの長友ゆりと申しまして、オリジナル曲バシバシ歌わせていただいております。みんな本当に寒い中ありがとうございます。ということで次の曲いきましょうか。
ついに最後の曲になってしまった。ねえ、今日よかった、長友よりよかったって言ってもらえたらまた呼んでもらえるかもしれないから、長友よりよかったって思ってくれた人はよかったってつぶやいてください。そしたらまた呼んでもらえる、きっと。よろしくお願いしますということで、最後の曲はちょっとまたバラードになっちゃうんですけど、私この曲めちゃくちゃ新宿のここら辺で歌いたかったんですよ。なんでかって、最後の曲はエンドロールっていう曲なんですけど、私はあのゴジラさん、ゴジラの映画館のでなんかの映画を見た帰りのエスカレーターのとこでピーンって来て作った曲なんですよ。なのでここがもうほぼ聖地みたいなもんですから。しかも私謎にゴジラとめちゃくちゃ目合いながらさっきから歌ってますから、この曲歌うしかないやろということで、今日はこの曲を最後に、ラストの曲ということでやらせていただきたいと思います。ちょっとバラードすぎてみんな肝が冷えちゃうかもしれないけど大丈夫、温めるということで、じゃあ最後の曲です。エンドローで聴いてください。
とうございました。ナロテルグでした。ありがとうございました。シンガーソングライターの永友ゆりでございました。この後も、匠のステージで演奏があるということなので、皆さん時間が許す限り楽しんでいってください。そして私はあとちょっと片付けをした後、あっちに移って物販をさせていただけるということですので、ぜひ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 そちらにも遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。永友ゆりでした。また絶対どこかでお会いしましょう。ラブゴジラ、ラブ、ありがとうございました。ゆかさんでした。ありがとうございました。